はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の30日金曜日、今日のパートナーは、村井ゆずきです。はい、私の横には、こんにちは、文化放送アナウンサー、鈴木純子です。そして金曜日は、むっつりすけべの森です。そして私がガッツリスケベ、がっつりすけべの あ脱いだねえぐちえぐちえぐえぐちえぐえぐちえぐえぐえぐちえぐちえぐえぐちえぐちさっきあのあれでしょみんまたさんが裸でこっちにやってきて受けたから悔しかったんだねそうねあれを見せられたらやっぱ俺もやっやりたくなってびっくりしてよだって前で いやもう俺ら俺はもうちょっとあれだよあのお腹いっぱいなんだよ昨日わざわざ服まで脱いでるからそうじゃなくて昨日この番組にあいつ来たんだよそうで来てもうで三股来て三雑楽しませていただいてそうしたら来たらまたいるからいやそういうことだった今日はね国々食堂そうだったんですね今もこう入って来られたんで昨日も来られたんであの好評だったんだと僕らは思って怖いわだって本番前に江口なんか押し黙っててさ そうそう。もう終わってもう終わって決まったんだよ。こえは。今からこうやろうっていうちょっと気持ちを覚悟覚悟決めてたので、ちょっと静かに下向いてたのにはそういうなんかそういうやるぞやるぞっていうそういう僕がちょっとあったわけね。魂ですね。あの言っとくけど俺も飽きてるから。いやいやもう飽きてるぞ。あでも三田真太さんね、室ゆづきさんに見ていただけたのがとても嬉しかったって先ほど。 私うんそういう。<laughs>

こんなちょっとね、例年よりなんかいつたら二日早いとか遅いとかなんかちょっとな、よくわかんないけど秋でね、食い物もいろいろ出てきましたね、食い物が。ふじさんはさ、この間ブラピの映画見に行ったのよ。 そしたら、あの日本をモチーフにしてるから富士山とかが何気にさ、五重の塔とか富士山が映り込むんだけどちょっと嬉しくなるのがないんだろうね電車の車内でなんか悪党ばっかり集まってるみたいなだけど好きなアイテムがすごいいっぱいあって なんかだから新幹線も好きだしコスプレも好きだし超多の面白かった皆さんすごい刺激してたんですね若いよねそういうのそうですよねコスプレとか新幹線とかじゃああの西九州新幹線開通マッパちょっと嬉しかったですか私何言ってるの私初めて所長が来たのは東北新幹線開通の日だからええ。

室井はな所長はなってう新幹線のなってこう言っちゃう言っちゃうしねえお得情報おお得得情情報報、それ和むそれなんかわからないけど人受け取れるかしらそれね。 でもその西九州新幹線開通前に特別に乗せてもらいました。試乗みたいなやつ番組の企画で乗せていただいて。所長の日に。所長の日に僕ら、俺たちは所長の日に向かう予定はないです今後もないです僕らは。やっぱり新しい匂いとかするの、車みたいに。そりゃそうだね。あの新しい匂いしましたね。なんかちょっとね、木を結構中心に使った感じでぬくもりがある。なんかシートも木を木のなんか昔にか あいちゃみたいだね。だって聞いたふんだんに使ったんで。そうですけど。こんな時代じゃなもうベイクライトとかそんなんなってやったじゃん。みんな気遣い始めちゃってな。そうですね。はい。すごい良かったです。静かで。はい。はい。まあ室井イがな始まる前に大竹さんなんかすごい UFO ってぶどう知ってるとかって秋で出てるのよって言うからさ。知ってる？ない。 あのた一粒が卵大の大きさなの。えっか。本当だって。相当でかいですね。本当。それブドウもうあれやんな。なんだもうもうブドウプルーンルーとか。プルーンとかなんだっけ。じそれなフサになってんのフサに。なってんの。一個が卵ぐらいあなの？そうだよ。ってことは九位ぐらいってことですよね。 い草もかなりでかい感じですよねキウイはお前でかすぎるキウイはちょっとでかす卵ぐらいって言ってるんだからいいだろ卵でもっかの悩みがねそれとしたらネットでお取り寄せできるんだけどそうそうとサイズ本当に一粒がそんだけ大きいかどうかわかんないじゃない例えば巨峰だってシャインマスカットだってさ 粒の大きいちっちゃいあるじゃないですか。か、はい、UFO って品種だけど卵大じゃないかもしれないじゃないでか。でも、うん、新潟で出てるって言うから、だから私てないんだ探し回ってんのよ。ま、うんうん、あそうなの。物産展とか必ずよ。いやでもさもう。 巨峰かそれからピオーネなんだっけそんなやつある、うん、あるんですかあれだってもう、はい、あれで俺もう口いっぱいだよ <laughs> <え>あれ以上でかかったらどう <laughs> どうする動画でも食べてみたいでしょ死ぬ前に。

いやいやどうまだ違う私何で探しまくってんのみんなに喜んでもらおうと思ってここに持ってこようと思って探してたそれだったら食ってみたいよ死ぬ前に死ぬ前に認めただけどそれは見かけなかったんだけど他に珍しいものは食べたのよ何食ったのメロンの香りのするなしえメロン食えよそれ 梨食わなくていいじゃんメロン食えばいいだろそれだったらあとはね一粒一粒がねハート型になってるあらかわいい美味しかったそれがね形だけじゃないのよそれなハート型のねシャインマスカットのねブドウ何ブドウがね一粒一粒ハート型のね作る作るの大変だぞそれよく分かんないハートってさ ブドウもいじゃんハート型なんだってハート型に厚みのあるハート型ってことそうあれだろお前可愛いだけだろとかって思って食べたらシャインマスカットみたいなえ、それはもう食べてみたの見たそれはそれもフサになってんのフサになってんのそれプレゼントしかもそれ作ったわけじゃなくてそういう品種なの 型にはめて作ったとかそういう感じじゃないですかハート型になっちゃうあ、すごい愛情かけて育てたらそういう風になっていく新種らしいよ愛情かけて育てなんでハート型になるの丸いやつも全部愛情注がれてますからね別にね。そこの廊下だって愛情注いでる品種改良ってすごいねしかもだから梨の品種改良すごいですよね前回転寿司屋でなんかあの

まあ面白いって、面白いってのは面白いけどね。言ったら、すごいよ。<は>うち、私も、 私とか私の親族みんなアホなんだけどあれだよちょっとずつ賢くしていこうと思って賢い男を掛け合わせて子供産んでたらちょっと賢くなったもんね向こうの親族のほうのじゃないけどそれもダメお前んち,ち品種改良してる <laughs>、ね、人子孫って。子孫の品種改良してるの <laughs> て、ね、そうだよ一人あなるほど研究者だよ DNA を<は>いじって より良いものみたいな感じですか <laughs> でもそれ本当に品種改良になるかどうかもちょっと分かんないから、ねねはい、まあね <laughs> すくすくどんな子でもいいから育ってほしいですね。<laughs> <laughs> どっかのお祭り行って楽しかったとか言ってなかった。あそうなのそうですよ。はい。ね。はい。これもちょっと番組で、で、まあ番組の企画なんで細かいところ言えないんですけどあの岩手県にあるあの根性神社っていうのがあるんですよ。で、そこがちょっとあの団子あれをこう祭ってるそういうあるよねあっちこっちです。いろいろあるじゃないですか。あのすごい大根団子のやつもあるからね。その団子を祀る根性神社が主催するお祭りそこで 一物音に。音に。ぴったりじゃん。い本当に。これは、それいいじゃん。はい。こと考というゴールデンラジオのテーマソングでありますね。はい。それを歌ってきましたよ。あ、それは面白かった。はい。受けた、受けた。いや、受けました。ノリが良くて。みんな、でも、本当。 千人ぐらいですか。もう千本絶本たちましたね。ドブロックやった。全国に団子まってる神社っていっぱいあるから。いやありますよね。す。いっぱいある。そのすべて俺たち営業回るその営業行った次の日に事務所にまた別の神社からあの団団子の形をしたお守りが届きました。別の神社から。 グどんどんどんていで,でもあれだよね全国にあるものねありますよね。ねあ,あのー 女性のあれを祀ったところもあるもんね。あります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 。そこの神社もあのこのドアの取っ手みたいなのが女性のものになってたりとかして。取っ手が？取っ手？あのあのその本本殿の入り口の扉が閉まってる時に入れるお賽銭の口が女性になって入れ口が。まあそうなでそこでお賽銭入れると。 ご開帳してダンコ出てくる。いいじゃん。なんか面白いわ。ご利益ある。いやそうですそうそうなんですよ。<laughs> なんか町の方も本当に明るい方ばっかりで。うん、見るとすごいやっぱパワー感じますよね。うん、ちょっと待ってね。新俣がなんかスタジオの外にいるんだよね。あ,あ,あちょっとちょっと入ってきなえよ。うんまあいるからね。はいはい。

新潟の浦佐でやってるので男の人がみんな裸になってもう1,000年以上前からある祭りなんだけどどうして分かったんだろうって感じそれが子宮の中に精子が入ってくみたいな形になってるの本当に男が裸の男が試合でみんなで入ってくんだけど蹴落とす人もいて。 ああまさにまさにそのなんそれなりほん度に行くところはもうなんかイメージとしては三三度みたいなだからなんで絶対それをモチーフにしてると思うんだけどなんでそんな大昔からでそんな秘密を知ってんだみたいなあそうですねもっと科学的なことなきれいなのよみんな巨大ローソクってお 大きい子供の背丈くらいあるろうそくをみんな担いで裸のまま、それで走って回るけこっちから何十人、何百人男が行くわけだろ、ふんどし一丁の男がろうそく担いで、モミクちゃになる前ね、ろうそくでその狭いところはもう狭、通れない。狭いところはろうそくはないよ。だって本殿あの木だでそこに入って行こうとはたどり着けるのには大変なのそこ。 そうなんか周りでなんかこうたどり、一番初めにたどり着くと年男ああそうかそうなのなるほどでもその前に寒い中雪も降ってんだよっも思ってそこにみんなで「その子宮に入るまでお清め」って言ってなんか「山陽山陽って言ってみんなふんどしっでその池ジャボンと入ってからあうわ3月にでもなんつうの

バカだねやっぱり裸の男ってウキウキするでしょ団体がいい、うん、あのもう帰ってこなくていいからああお前らあのドブロックもう帰ってこなくていいから もう,もういいからねあと、はい、の出番があるだろうからね外で見またダンスでもやっててくださいもう本当にあいつもやんなきゃ帰んねえんだも,んもう驚いたやつだなでもやっぱり盛り上がるよね裸の男が出てくるて、ねはい、まあねでもねその日本の祭りっていうのも、ね、ああいうああいう,そうだよちょっとバカな男たちがいや私なんて、うん、もうあれだ、うん、ろうそく奉納してきたもんんでそれいやあんまりに楽しかったから。 その奉納したロースクってその後どうなる？どんな<お>どのく巨大ロースクだよ。うん、巨大ムロユズキって名前が入って。<笑><笑> 来年代裸の男がそのロウソク持って担いである担ぐの誰かが担ぐんだすじゃんそう火つけたまま。うんもういいもの見させていただきましたって効能代五万円払ってロウソク買ってきたまあいろんなことけちるけどそういうとこはけちらないよね人が入っててもあれだトイレ電気消し上げるねああそうやって節約入ってるよって怒られてるのになはいはい いや今日はだけど楽しかったねただ、うん、終わってねーよ裸祭りも見れたし <laughs> そうですねトムロックの二人もまあそんなんでねま,ま,まあそういうでもねお祭りねお祭り楽しいよなんかこういろいろいろんな世の中になってきて でそういうのに規制がね入んないでなんかやっててほしいよね、うん、これはダメとかあれはダメとかね言わないで、うん、男たちが裸でいや、ね、すっごい楽しいんだって見に行くと。 おじいさんの裸どう違うかとかってもわかるし、うん <laughs>。ちょっと待って<え>そのなその裸足の男たちの中にはジジイもいるの。いるよ。若いやつだけじゃないの。いるよ。ジジイにたどり着いてほしいような山道の。だけど。奥の方かっこいいんだよ。やっぱりじいさんでも。うん。 そうなんだよね、うん、あのねちょっと俺もこれ不思議だと思うんだけど、うん、ふんどしは太ってても痩せてても意外とかっこいいんだよね<あ>これ不思議だねと。あんまじゃない方がむしろかっこいいよ。まあね太ってる人もね、うん、あれねだからあのなんか海水パンツとかデカパンだとダメなんだよねうん、うん、あれやっぱふんどしだとなんか太ってても痩せててもなんかキリキリかキリってした感じがあるよね。は、ねうん、はい、はい えー、はい、えー、鈴木さんお願いしますはい、うんえー。まず今日は東京新聞の記事からです、えー、細田博之衆議院議長は昨日、うん、旧統一協会と接点があったことを認める文書を公表しました、うん、公表した文書は A4 版1枚で、うん、東京新聞にはその細田議長の文書全文が載っていますが 記者会見などで自ら説明しなかったことに野党は反発10月3日招集の臨時国会に火種は残ったとあります、はい、そして東京新聞から本音のコラム北丸雄二さんのコラムの見出しはこの気持ち悪さの正体とありまして先日の安倍元総理の国葬での友人代表の えー、菅さんの弔辞を聞いてものすごく気持ち悪いと思ったのはなぜなのかと考えているという記事ですね私もそう思っちゃったんだけどこの話はちょっと後とは、うん、今、インデックスだけにして後で話してもらうそして、えー、旧統一教会から提訴の紀藤弁護士が、うん、言論への萎縮効果を狙った同う喝訴訟と連続ツイートしたという記事が中日スポーツに出ていまして。うん 合わせてあのゴールデンラジオにもお出になっていただきましたジャーナリストトの鈴木エイトさん、うんえー、関係者がうちの鈴木エイトは大丈夫でしょうかと旧統一教会の福本弁護士と名刺交換して、えー、話したところすごく嫌そうな顔でエイトさんは気をつけたほうがいいと言われたと報告したという記事も出ております続いてはです、ねうん、秋、値上げラッシュです。 朝日新聞から明日から10月になりますが身近な食品で今年一番の値上げラッシュを迎えます10月に6500品目年換算で6.8万円増とある中で、えー、その下の方には医療費、雇用保険は負担増社会保障見直し不可費という記事もありまして。 75歳以上の窓口負担に一部2割導入など医療費雇用保険の負担増についても触れていますそして見出しだけになりますがこちら朝日新聞からロシア併合署名へ今日ウクライナ東部南部とありまして30日 モスクワの赤の広場で併合を祝うコンサートが開かれ巨大ステージの設置も進んでいてプーチン氏は署名式で演説する予定だということですでそれから東京新聞一面に出ていましたが家事労働の労災認めず女性休止労働時間に参入せずという見出しです家事代行の長時間労働の末に亡くなった女性当時68歳が過労死だったとして 労災を認めなかった国の処分取り消しを女性の夫がも求めていた訴訟の判決で東京地裁は昨日請求を棄却しました。 労働基準法は家事労働者に適用しないとえ法律で規定していて女性が家事をしていた時間は家事労働かを判断する上での労働時間の算定から省いたということです、うん、はい。こういったラインナップになっています、うん、はい。えー、さっきの話を鈴木言っちゃっていい、うんはい、一方的に言っちゃったからさ私もさちょっと違和感あるえーうん、って思ったのよ、うん、菅さんのスピーチ、うんうんうん、はい なんていうのか芝居っぽいっつうかさ、うん、だけどタクシーの運転手さん、うん、今日乗ってきた運転手さんは、うん、ちょっとうるっときたって言ってた感動してそれだけなんだけどそれは新聞のコラムでどういうふうに書いてあるわけ北丸雄二さんの「東京新聞本音のコラム」です、うんえー。菅さんの、えー、友人代表の長辞総理あなたの判断はいつも正しかったと呼びかける、えー、事実認識の違いは当然あります。 秋葉原の演説で対立する国民をこんな人たちと敵認定したり国会で日教祖、日教祖と口を尖らせてやじった個人の姿を覚えているからなおさらでもそこじゃない、うんうん、長寿っていうのはそういうもんだしとで、えー、菅さんは何度でも申し上げますあなたは我が国日本にとっての真のリーダーでしたと呼びかけながらその実この国を売るカルト献金集団と結びついていた裏を このの友人はどうう思っていいるるかという疑問もある、うんうん、でも,そでもああ、そこでもないそこででもないすかそれじゃあ、なんなのかと考えて思い当たったこの菅さんの文体個人がプーチンに呼びかけたウラジミール、うん、君と僕は同じ未来を見ているゴールまで2人の力でかけ、駆け,け,け抜けようではありませんかと同じ人が書いたのってくらいの。<laughs> 連連たる生乾きなポエム集がしたんだ。だからごめんなさい。無理。と北丸さんは。結ん誰だっけな、この、あのスピーチライターで有名な人。同じ人なのかもね。いやいや、それです。まだスピーチライターかどうかは分かってない。同じ人が書いたのかってくらいの。なん書いた。くらいのって。まあ、だから、そうなものを思ったってことでしょはいはい、まあね。 まあ2つ例を挙げて、まあ、ここも大変だしあそこも大変だけど、まあ、北村さんが思ってるのはそこじゃないというふうにねおっしゃっててただこの、ね、菅さんのうご意見には弔辞、はい、にはの、ね、まあさっきあの室井が言ったみたいに、うん、あの賛否両論うん、うん、渦巻いてるとこはあ確かだね、うん、まあどっちの声が大きいとまでは私はちょっとわからないけども。 まあ、この北村さんの文章に納得するところも、大きいことは確かです。はい、えっと、それと、どういうふうにいけばいいんだっけ、それと。ええ、紀藤弁護士の、ええ、あ、そこ、ちょっとに、行くわけね。はい、まあ、いいよ、紀藤弁護士の話にしましょう。はい、ええ、紀藤弁護士らが、ええ。 訴えられた問題で、うん、自身のツイッターを紀藤さんは連続更新しました、うん、私への訴訟は言論への萎縮効果を狙った同活訴訟、うんうん、スラップの類です、うん、などと指摘しました、うん、教団から提訴されたのは情報ライブミヤネ屋を放送する読売テレビ昼帯を放送する TBS そして紀藤弁護士のほか本村弁護士八代弁護士です え紀藤さん私としてはカルト的団体から民事訴訟を提起されることは過去にもい,ついくつかありますのでうん、うん、粛々と訴訟には対応する予定ですなどと綴っております、うん、あの紀藤弁護士はね全然恐れない、うん、え弁護士なんだけどこれもう紀藤さんあのずっとこの問題をやってると。うん、だからその前に紀藤さんはあの金融問題も、うんあの なんて言う,んだろうあのお,お金を貸す、うん、あの法外な利子を取るっていうのが結構日本でたくさん、うん、あの法外な利子を問、ねうん、大問題になった時のそのやっぱ弁護士でもあるわけね。うん、それであれは相手は何かっていうと、うん、あのまあその。 暴力団の流れを組む、うん、組織が関与してたことが多いと、うん、まあそれを相手に北条さんはこう戦ってきたわけね。うん、でもうだからそういうあのなんていうの、どど土台があるから、そういうことに対しての。 毅然とした態度っていうののはこの人も有名なわけ、ねうん、まあそれでその金融の時にもまあい,ろんないろんな勝ち取ったりしてるわけね、うんうん、訴訟問題でで、あのーまあ、こ,ここからは噂なんだけど、うん、暴力団関係のその間では、うんうん、いろんな問題が起こった時に弁護士で祈とが出てきたっていうと、うんうん、あもうこの案件これはダメだと。 ーすごいじゃん祈祷が出てきたらもう手出しても無駄だっていうその暴力団関係者の近い組織かっこいいねはもうみんなその時にそういうふうに「あのえっ祈が出た!」って「<laughs> 祈祷が出てきたら」っていうぐらいの。 あ人だここは噂ですけどね、うん、あくまで噂だけど、まあ、そういう噂は業界にはたくさん広まってて、うん、だから紀藤さんをいろんな形で脅そうとしても、まあ、脅そうっていうかそのなんか訴訟を起こしても、はい、もう紀藤さんはもう多分こういうことにはもう全面的に体を張って慣れてる人だから、うん、こんなことではもういちいち屈しない。 よかったかっこよいよきっとさんで私はこんなの絶対メディアは怯むべきじゃないと思うしその個人で意見言ってる人たちをメディアはカバーなきゃいけないと思うし私これってどういうことかっていうと統一教会側がすっごく追い詰められてるのっていう風にしか感じないで鈴木えいとさんなんかもねあれだよねあの なんかこう後つけられたりこう<え>いろんな、ねはい、ことがあったってなんかそれもそうだし、うん、実,際実際に殴られたとかね、えー、ご本人がっっ、ねうん、語っていらしたんだけどそういうのはさこう本当に取締る警察はちゃんと動かなくちゃいけないよね、うん、だってそんなことがあったんならね、うんうん、ええエイトさんも訴えられたの 訴えられてはいないんですけれども、うんえー、統一教会の福本弁護士とうちの鈴木エイトは大丈夫でしょうか、うん、と日刊カルト新聞の方が尋ねたら、うんえー、福本弁護士はす,すごく嫌そうな顔で、うん、エイトさんは気をつけた方がいいとおっしゃっていたと報告したという記事になってますあでんでさ ど,どのくらいの意味合いのことがあそこに含まれてるわけそれはねあのだって実際に訴訟はしてないわけだからだからそういうようなねなまあだか,らだからそういうニュアンスがちょっとこの言葉には気をつけた方がいいっていうのには入ってるよね、はいえー、それからこのもう一つこれはこれ関連の流れでいくんだけども、はい、カルト定義っていうね カルトをどう定義するかとうん、うん、でフランスにはねこれあの「国土法」っていう法律があるとカルトのことなんだけどねうん、うん、でこれはどういうことかっていうと、まあ、いろんなことが決められていて法、うん、外な金銭の要求、まあ、これはダメだねっていう,うん、うん、え子どもの強制入信これも駄目だとそれから反社会的な説教、うん、まあな まあの指標を、ねうん、あのそれにしているわけですよ、うん、そういう集団はダメですよって解散をあの要求できるというふうに言ってるんだけど、うん、まあでも、まあ、このあれだよね旧統一教会も、うん、この中に入ってるらしいねフランスではねそういうのがあるんだけどもただこの、まあ、そこをね、うん、ちゃんと、まあ、いろんなこの。 複利であのー、解散命令が出せるか出せないかをね。はいうん、しっかり判断しなくちゃいけないんだけど。まああのー？アメリカにはこういう法律はないわけね。うん、韓国にもないということ、ねうん。はいで、韓国にもこういうのはない。日本にも今んところないわけだよね。はい だからこれやっぱりんか法律にしてはとっても難しいことがまあ一方には信教の自由があるし何人もねこう自分の心の中までね侵されるわけにいかないっていうのはそことの兼ね合いが本当に難しいっていうのは確かだよね。だけどそこをやっぱしこれからもしっかり判断していかないとまあこの今2世の問題がたくさん出てきてるけどまあそういう人たちの どうやって守るかっていうことも考えるとやっぱしこの法律はねちゃんとやっぱしこうフランスが10項目を挙げて作ったみたいにやっぱここはちゃんと線引かなくちゃいけないと思うんだけどね俺は。宗教っていうことに宗教の自由ってことに任されちゃいけないよね。だってて被害届出しる人 いるわけだし被害届け出ないど苦しんでる人だ今いるわけでだからこの信教の自由って問題とそれからこの2世の問題は複雑だけどやっぱりここちゃんと解いていって2世で苦しんでる人とかたくさんいたりするのはだめだよね。ただそういうふうにんかこの問題が難しいことは確かだけどやっぱし俺はね こフランスの奥途法みたいなのをやっぱりちゃんと作った方がいいんじゃないかなと思います。まだ1分ちょっとっと喋っていいんだったら、えー、鈴木さん、はい、えこの一番最初の細田議長の統一教の接点、はい、これをちょっと話してなかったんで。はい えーえー、接点がですね、うん、えと昨日公表された A4 版1枚の紙によりますと、えー、関連団体の会合に4回出席したほか教会の関与が指摘される日本世界平和議員連合懇談会の名誉会長についていたことなどを明らかにしました。 えー、関係者は私が知る限りでは普通の市民だと、えー、この文書では細田さん主張しておりまして今後は社会的に問題があると指摘される団体などとは関係を持たないよう適切に対応したいとコメントしたものの反省や謝罪の文言はなかったとあります。 これも与党にととっては俺大問題だと思うのね<こ>373人の議員のうち179人プラス細田さんプラスアルファみたいな形で、ねうんね、国会議員のこれだけたくさんの人が関わっていてそれでみんなこれからはあの気をつけますってこれからは関係持ちませんって言ってるんだけどそれで絶対済む問題じゃないよねいこういう人は文春にやられればいい。 <え>文春まあねはいでもこれはやっぱ c あだよねメディアがしっかりして追求の矛先追求の矢これを緩めない,いこれからの課題だね、はい、さあ今日も始めましょう。